走れ大井チャンネルです。今日はですね、野球 YouTuber 向こうさんが作っているムコーズというチームがあって、その練習に来ています。で、今日はこの後紅白戦があるんですけど、ちょっとですね、ムコーズの選手でいいグローブを使った子がいるので紹介していこうと思います。それがこちらの今話題のジームスのグローブですね。これは自分のチャンネルでも少し紹介したんですけど、あの野球 YouTuber のトクさんも使っているグローブです。で、こちらが、型番がですね、ちょっと暗いかもしれませんが YH の 15N というタイプのグローブですね。こちらのグローブは自分の動画でこの前紹介した三方針とは違い、どっちかというと当て取りのグローブですね。この前紹介したのはがっちり掴むタイプの深い形だったんですけど、今回は、この捕球面がかなり広くなっている YH という、当て取り向きのグローブですね。カラーが赤いグローブとなっております。で、今日はちょっとこちらをお借りして少し紹介していこうかなと思います。ではちょっと近くで見ていきましょう。はい、こちらが今回紹介するジームスの YH というグローブですね。 H ウェブになっています。で、マークはこの、ジームスと書かれたこのマークですね。軟式用のグローブということで、で、形がこんな感じの形になっています。捕球面がかなり広いっていうのが、触った感想ですね。このここの部分が、普通のグローブとは違うかなっていう、普通のグローブだともうちょっと土手がこうあると思うんですけど、少し広く下にこう伸びてる感じがありますね。で、まあ、ボールを置いた時にもやっぱり捕球面がかなり広いんで、まあ本当に素早く持ち替えができるんじゃないかなと思います。ボールを握った感じとしましては、真ん中で取った時はこういう感じですね。こういう感じのグローブですね。で、奥で取った場合がこういう感じになります。形としましては、少し完全には閉じない感じのグローブで、ここまでが、いく限界ですかね。で、ここでボールをさばくと行って、まあここでこう持ち帰る、こういう感じのグローブですね。はい、というわけで、持った感想としましては、やっぱり操作しやすいかなっていうのがありますね。グローブに対して手が奥まで入るんで、こういつも自分が使っているのとは違うタイプのグローブかなと思います。自分の場合は結構浅めにグローブをはめるんですけど、今回の紹介しているこちらの YH というグローブは奥まで手が入って、まあ、操作しやすいという感じですね。まああんまり奥まで手が入る内野手って今まであんまり見たことないんですけど、さっきちょっとキャッチボールで使ったんですけど、やっぱり広い捕球面が広いんで持ち替えがしやすいですね。かなりその印象を受けました。というのが、今回の YH を触ってちょっと使ってみた感想ですね。はい、というわけで今回はこちらのジームスの YH というグローブを紹介しました。確かこのグローブはリクエストにもあったので、ちょうどいいかなと思って撮影させてもらいました。YH 気になっている方は、このグローブで少し参考になればいいと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、Twitter、いいねよろしくお願いします。では、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。